がね、はいはい、すごい可愛いんですけれども、さあ始まるの問題です。名古屋開府400年のシンボルとして、マスコットキャラクターのデザイン、これ愛称はね、皆さんから応募して八丸くんの名前がついたんですよね。さあこの八丸くんなんですが、後ろ背中なんか背負ってますね。はい、さあ八丸は名古屋をあちこち旅していますが、この風呂敷の中には美味しいお弁当、名古屋飯が入っている。丸かバツか。はい、お、来た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 。はい、どう、答え、バツ。あー、彼の答えはバツですが、正解はバツ。おめでとう、やった。で、何が入ってるか知ってる？知ってる。あ、すごいよ、星。そうなんですよ、実はね、カタイッチっていうね、星が入ってるんですよ。で、この星が入ってて、これをみんなにあげながら旅しているという、願い事がある人にね、あげていく、カナエッチっていうね、星が入ってますね。